私たちの生活に切っても切れないお金の新発見、家計を磨け。まずはこちらご覧ください。携帯電話、保険、銀行、そしてキャッシュレス、どれも私たちの暮らしに深く関わるものばかりですよね。これらが今年どうなっていくのか、気になることをそれぞれの企業のトップにズバリ聞いてみました。きらびやかなシャンデリアにまばゆいばかりの金屏風、毎年恒例経済団体の新年祝賀パーティーです。ここで名だたる企業のトップに話を聞く機会を得たライブニュースイット。街の人に質問してみたいことを聞いてみました。もうちょっと給料上げてもらえませんか給料上げてくれませんかっていう感じですかね直近の生活に影響するのはそうですかね2020年ネズミ年の給料、上げマウスか下げマウスか、ズバリ答えていただきましょう。こちらですね、給与はアップで考えています。アップ、はい、大体おいくらぐらいアップっていうのが、もし現段階で言える話があれば、ね、まだこれは組合交渉中なんですけれども、働きぶり、職責に応じて給与はしっかりとお支払いしていくという。給料アップかダウンか、はい、ズバリお願いします。僕らはアップで考えてますね。アップ、はい、いい人材はどれだけ関わるかというのがとても大事なので、まあ、下げるという選択肢はないんじゃないかなと。非常に難しい問題ですけど、はい、まあ希望も含めてやっぱりこっち、なんとか歯を食いしばって、従業員の給料が上がる方向に、考えていかなきゃいけないなと。給料アップには前向きな回答です。そうは言っても毎月の支出で負担に感じている人が多いのがあの料金。携帯料金は安くしてほしいです。でもちょっと料金安くならないですか。まあ、大手さんもどんどん安くしてもらえたら家計がかなり助かるんで、まあ、非常にいいかなって。携帯電話料金は本当に安くなるのでしょうか。大手通信会社 KDDI の高橋社長を直撃しました。ユーザーに最適なプランというものを多様性を持ってお届けするような時代になると思いますね。そういう意味ではお安くなる方もいらっしゃるし、非常にたくさん使われる方、動画とかどんどん見られる方には、それを安心に使えるような、例えばアンリミテッドのプランがいいでしょうし、楽天の携帯事業への参入もあります、うん、そういったところも判断材料としては、まあ、本当に楽天さんも迎えて、その中で競争することによってお客様にいかに良いサービスをお届けするか、まあ、そういう勝負が今年繰り広げられるんじゃないかということで頑張りたいと思います。はい、消費税増税に伴いスタートしたキャッシュレス決済によるポイント還元、6月に終了することからこんな声も。これからなんか増えるのかなみたいな、そういうポイント還元がまた他に新しく出るのかなみたいな。7月以降もキャッシュレスはお得なのでしょうか。スマホ決済サービスメルペイを手掛けるメルカリの小泉会長に尋ねてみました。キャッシュレスの仕組みを使っていろんなキャンペーンやっていますけれども、継続的に、まあ、クーポンであるとかいろんなことをやって、キャッシュレスの方に移行していくということは後押ししたいなというふうに思っています。では2020年を賢くお得に暮らすにはどうすればよいのでしょうか。企業のトップに聞いた家計を磨くポイントをスタジオで紹介します。はい、企業トップの皆さんに家計を磨くためのキーワードを教えてくださいという質問への回答について、佐々木さんお願いします。はい、こちらに一覧でまとめてみました。各企業のトップはこのように発言をしています。この中でキャッシュレスというキーワードが2社から上がってきました、うん、こちらですね。さあ、そのみずほが挙げた
こちらはキャッシュレスプラス情報銀行というのがあるんですが、情報銀行って一体何なのか説明をしていきます。本人の同意を得て預かった個人データを企業に提供して、それをデータの提供者に対価を払う事業のことを指します。で、みずほフィナンシャルグループの酒井社長は、情報銀行で家計にとって新しい一つの収入源にもなり得ると考えていると発言をされているんです。新たなワードですね。情報銀行、今年注目ですね。上田さん、こうした中、2020年、はい、私たちはどう家計を磨いたらいいですか。これね、やっぱり個人差があると思うんですよね、うん、で、我々実はお金に対する教育ってほとんど受けてないんです。あんな算数とか理科とかやってんのにね、うん、だけど自分がどういう人なのか、うん、例えばどんどん買って、でいらなくなったものはメルカリでどんどん売る、いいかもしれないけど、僕みたいなやっぱりなんかそういう細かいことあんまりやりたくない人は向いてないんですよ、うん、だからそういう人はいいものだけを買って、うん、でそれを大事に使っていく、どん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 回転させたい人はどんどんそういうふうに流していく、やっぱり自分の性格とお金がどういう関わりを持っているかっていうのを一人一人がこう自分自身に問うていくっていうのがやっぱり豊かになっていくことなんじゃないかなと思いますね。使い方の教育っていうのはね、受けてないですからね、はい、受けてないですよね、本当に。風間さんはどうですか。僕は企業が言ってるほどにはその給料が上がったって実感している社員とかその家族はそんなにはいないと思ってるんですよね。で、給料を上げるのはやっぱりなかなか難しい面があるとは思うんですけれども、うん、でもそうであれば、例えば有給休暇を余計に取らせてリフレッシュしてもらうとか、家族との時間を増やしてもらうとか、まあ、そういう新しい形でですね、このなんかその経済を盛り立てていくことができるんじゃないかと。確かに幸福度ってお金だけじゃない、そうなんですよ、ないですもんね、はい、ただなんかお給料と休暇ともに上がったら最高だな、両方欲しいです、ね、はい。